めっちゃ伸びる。今回は朝晩たった1回で体の歪み、体幹、骨盤、腰痛、すべて解消できるマーメイドストレッチというのを紹介していきます。今回のストレッチを行うことで今よりも確実にエクササイズの際の体幹が安定する、力が出やすくなる、可動域が広がる、腹筋やプランクの際に腰の痛みが軽減される、そのようなメリットばかりが待ってます。必ず最後まで一緒にやっていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、体の歪みを丸々と解消できるマーメイドストレッチというのを紹介していきます。マーメイドというと人魚という意味なんですが、人魚が岩に腰をかけてるようなイメージのストレッチ方法になります。これがね、すごくね、様々な部分が伸ばされ調整されやすいです。朝晩たった1回だけでいいのでやってみてください。それではスマートフォン持って寝ながら一緒にやっていきましょう。はい、スマートフォンは顔の前に置いておいてください。それでまず横になって寝ましょう。手を前に出して寝ます。スマホが見にくかったら下側の手でスマホを持っててもいいです。そしたら上の足を90度に曲げて前に持ってきます。このまままず上半身を後ろに反らしましょう。上の手で90度だけ動かしていきます。スマホ見ながらでいいです。これをまず30秒、手を動かしながら胸と肩甲骨伸ばしてください。いきましょう。こういう感じです。腕の力をしっかり抜いてください。手が少し曲がってもいいです。足はあんまりついていかないようにつけておいてください。こういう感じです。マーメイドストレッチ入る前にこれやっとかないと脇腹がつっちゃいます。なのでこれでまずね、胸と背中、脇腹伸ばしましょう。 OK です。同じように反対もいきます。スマートフォン持っていきましょう。スタート。90度ほど手を動かして、これでね、しっかりね、上半身が伸ばされます。呼吸はリラックスです。どうですか、伸びてますか。これだけでも結構伸びますよね。少し、よし、 OK。 はい、これでマーメイドストレッチ入っていきましょう。朝晩たった1回です。体勢は今と一緒で寝て、上の足90度で床につけます。こっからスマホ前に置いたまま上の手で床を押して、体を両肘伸ばして持ち上げましょう。こういう感じです。ここでまず30キープです。いきましょう。足が浮かないように気持ち体を後ろ反らす感じです。下の脇腹とかね、伸びますよね。これでね、骨盤もリセットされます。結構きついっすよねこれ。ふう、まあまあきつい。下の足をね、しっかり伸ばして気持ち後ろめの方がいいかな。あと少し、きつい。よし、 OK。 キャー、あった。反対もいきましょう。すごい伸びますよね。寝た状態で足を前に置いて、上の手で床を押して体を起こしてキープ。いきましょう。伸びる伸びる。これをね、朝晩1回、あと少しですね。これでね、下の足で骨盤を押さえて上で引っ張るんで、骨盤の歪みがね、整います。そしてね、横に引っ張りながら後ろにも反らしてるんで腰もしっかり伸ばされます。はい、 OK。 はい、反対です。今の少しバージョンアップです。体を起こしましょう。手を少し後ろめについて、今度は向こうを見ながらキープ。スマホ持っててもいいです。いきましょう。これがね、
人魚が岩に腰をかけてるようなポーズ、マーメイドストレッチです。しっかりね、手で押さえて、伸びる、しっかり向こう向いて、まあまあね、きついっすよねこれ。体しっかりね、こっちを反らして、あと少し、オッケー、かー、釣りそう。体戻すのがね、結構辛いっすよね。よっしゃ、反対、よっしゃ、行きましょう。吐いて、ついて、体を起こして、上の足つけて、下の足伸ばして、さあ、行きましょう、ラスト。ふう、しっかりね、向こう向いて、スマホ持ったまま、この足がね、あんまり浮かないようにしっかりつけて、ちょっと肘がね、曲がってもいいです。でもしっかりこっちに引っ張って、ふう、背中少しね、後ろに倒れてくださいね。伸びる、伸びるって言っても辛い、気持ちいいストレッチじゃない、痛い、伸びすぎて痛い。オッケー、ゆっくり戻して、戻すのが痛い、伸びすぎる。お疲れ様でした。どうでしたか、マーメイドストレッチ。いろんな部分が伸びましたよね。いろんなストレッチがあるんですけども、やはり力が抜けてしっかり伸びるストレッチ、今回みたいなやつがね、すごいおすすめなんです。骨盤も整うし、腰痛も改善されるし、体幹もリセットされて、すごくね、メリットだらけなストレッチ方法でした。頑張ってやってみた方、よかったらグッドボタンやコメントで教えてください。各種 SNS もしてますんで、インスタグラムは最近毎日投稿してます。説明欄から見てもらって、よかったらフォローの方もしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。